今日はこの電池を交換してみたいと思います。まあものすごく簡単なんでね、動画にする必要もないんですけれども、はい、交換してみようと思います。あとはですね、車に対応している電池を買ってくるだけです。はい、まずですね、こちらプッシュとありますので、押しながら引きます。そうすると鍵と、なんだ、鍵とリモコンが分かれますので、そのままですね、ここに穴があるので、ここに穴に入れて、こうグイッとやるだけですね。はい、開けるとこんな形になります。こうなるわけですね。汚ねえな。あとはここに電池があるので、この電池をクイッとやって変えるだけです。あとは電池を変えて元に戻すだけです。表裏だけ間違えないようにしてください。今はきっとまだ寂しくて、